ない。もう責任取れない。FC 中井戦に向けていかがでしょうか。 FC 中井戦に向けて、そうです。どうもザキさんはいけるかな。数少ないチャンスを決めることができたらいけるとは思います、まあ、練習試合やってるときは 1-2 か、だから大敗はしてないし。でもそれからメンバー変わっていっちゃう。まあ変わってるけど、ね、中井戦非常に厳しいと思うんですけど、やっぱチーム全体で勝っていくのはね、勝っていくというか戦うのが大事だから。そうだね。そう、そのためにね、今こうやって雨の中でもフィジカルトレーニングしたりとか、あとはちょっと特殊なね、ライフキネティックとか、うん、皆さん知ってますか、ライフキネティック。ドイツですごい有名な、まあ、そういったトレーニングをやってます。もうちょっとね、あの個人では急には成長できないし勝てないと思うから、それ以外のところで今チームとしてアプローチしてる最中です。でね、あのこのコーチ、あ、どうもどうも。何トレーナーになるの。まあ一応ライフキネティックトレーナーとメンタルトレーナーですね、メンタルトレーナー。一応ね、ファイルフォックス TV でもいくつか動画出してたりとか、最近だと俺の YouTube ショートでもうなんかおじいちゃんみたいな動きしてる、ね、やってましたね。いや、そうそうそう、あれ結構反響いいんだよね。あ、いいっすか。うん、あ、うん、ありがとうございますっていうところで、はい、あのまあ専門的なコーチがいるんでね。八重樫さん見てます？ F のいただき見てます。印象どうですか。まあでも圧倒的に個は強いです、うん、ただまあうちが対抗できるのはやっぱり本当に組織的な部分だと思うので、うん、まああの向こうは気持ち的にも結構余裕があって戦ってくるとは思うんだけど、うん、多分うちとしては多分失うものは何もないみたいな。いや本当そうなんだよ、失うものは何もない。いい緊張感を持ってやれば全然勝利つかむチャンスが多いなと思う。多分相手は2試合戦わないといけない、うん、戦うつもりだから、そこちょっと付け入る隙あんのかなと思う。いや、大いにあると思うんですよね。多分ちょっとした隙っていうのは絶対あるし、その隙をどうつくかっていうのは多分練習でもやってきてるので、ね、ファイルは失うものないからね。なんならもうそこが最初で最後の中井戦が、そこ勝てば後のことなんて一切考えてないから。いや、本当そうっすよ。スラムダンクでいうと三能戦みたいな。あ、そう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 、そうだよ、三能だよ、三能だよ、三能戦チェック。FC 中井三能だ。あ、三能ではない。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 三能ではないけど。上北。ね、タレント揃い。ちょっと黙ってもらって。カメラマン。まあでもタレント揃いね。そうそうそう。どう立ち向かっていくかって言ったらやっぱそう。だからまだ試合まで2週間なんだけど。今チームとしてはそのフィジカルベースをできる限り上げるのと、八重樫コーチのもとね、チームワークとかってとこをねやってるから、うん、ちなみに期待する選手なんですか。期待する選手、西郎選手ですね。私はですね、あれな、出ません出ない登録されてません。出ないんですか。カメラマンです、私。なるほど、出ないんです。そうなんですよ。まあでもベテランでもあり、うちの闘将である三木選手に期待したいです。三木ね、多分三木選手のゴールが見れたら多分若手も奮闘するだろう。そうだ、ね、チームとしても一気にまとまり感が出るんじゃないかと、個人的にはすごく期待しています。ファイルの中では唯一 FC 中井の個人のところで勝負できるかなっていう、だからそこを皮切りにチームとしてより奮闘していけば、うん、そうそうそう、本当にね、逆転満塁ホームラン、満塁ホームランあるんじゃないですか。ありますね。まず塁を埋めないとね。まあだから、まあ、失点しても多分捉え方の問題だと思うんで、うんうん、まあ、多分失点はするでしょうという過程で、ね、うん、失うものは本当に何もないんだってさっき言いましたけど、うん、40分通して最後で勝つためにやってるんで大事な。寒いね、八王子。八王子ね、めちゃくちゃ寒いんだよ。というところで、うん、あと2週間しっかりとトレーニングして、はい、FC 中井を倒すためにチームは頑張っているので、応援よろしくお願いします。お願いします。最初のこの
ひよたくんツッコミ。瞬発力が。いや、やると思ったけど、どうしようと思った。先輩のボケには突っ込まないと。あ、食べた。Great.